どうも皆さん、やハロー。最近ゲーム実況の動画をばかり上げてるタイチです。今日はね、ちょっとゲーム実況上げすぎなんでね、違う動画を上げようかなと思って、こちらの商品ご紹介いたします。じゃじゃん、こちら、あれですね、第6回、最強の次世代ラーメン決定戦、ヤフーですね、ヤフージャパン、ラーメンの、特集ですね。優勝したラーメンですね。ありがたやですね。ラーメン、ん違うな、ラーメンかな、ラーメン工房、ありがとうよ。工房でいいのかな、これは。ありがたや監修ですね。こちら、なんとですね、塩味のですね、ペペロンチーノみたいな感じですね。うん。和風ペペロンチーノ、仕立てのやつですね。塩ラーメンですね。ペペロンチーノ？カップ麺なのに？とりあえずね、こちらがあの店長さんですね。店長さんの、これ、牧野さんという方ですね。ありがたや。場所は愛知県にあるようだ。まあ、とにかく食べよう！開かねえな、これ。え？ちょっと開かねえ。おい、開かないぞ、これ。よし。待たせたな。もう、さっさと開けてくれないとお腹ペコリンコなんだけどさ。あ、え？あ、超いい匂い。あ、これ好きだわ。お湯を注ぎまーす。待たせたな。食べていきましょう。ペペロンチーノの匂いがすごすぎる。ペペロンチーノの匂いがすごすぎる。なぜ2回言った？さてさて、この油をここに注ぐのか。ああ、黄金の油だ。香りが素晴らしい。それじゃあいただきます。よし。ああ、なんて素晴らしい香りなんだ。いただきます。すんごいいい香り。めっちゃやばい。いや、今までね、嗅いだことのないね、あのカップラーメンではね、麺もなんかすごいもっちもちしてんのよ、これ。いただきます。うまい。これはうまい。いや、さすが優勝しただけはあるな、これ。物まね疲れちゃった。物まね疲れちゃったな。美味しいね、これ。めっちゃうめえわ、これ、マジで。このあれね、これ以外にも、あのね、これ優勝って書いてあるんだけど、準優勝したやつもあるわけですよね。準優勝したのが多分ここら辺に出てると思う。うん、これですね、これがね、気になってたんだけど、まあね、ちょっとこっち買っちゃった。こっちのもね、こっちも食べてみたい。うん、買ってこよう、後で。いや、ペペロンチーノ、なんつうの？味？ペペロンチーノの味、するっちゃする。てか、めっちゃうめえ。合うわ。しかも和風だからね。和風ペペロンチーノだからね。まあ、皆さんもね、ぜひこのカップラーメンを食べてくれ。もちろん優勝した味もうまいが、準優勝したラーメンも実にうまいと思う。まだ食べてないかな。ということなんでね、皆さん、朝飯食ったらちゃんと歯磨こうな。じゃあな。チャンネル登録よろしくな。どうも皆さん、やっハロー。ということでね、ID